今回はアップルのデジタル教育という本を読みましたので紹介させていただきます。イントロダクション、覚醒、間違ってゲーム、思考を加速させる道具、チャプター1、リワイアリング、次に来るもの、修正と交換ではうまくいかない、教育をリワイアリングする、チャプター2、教育の目的、唯一の最善の道、システムからバグを排除する、チャプター3、人間の可能性、内側から始める、ローズ色のメガネ、大事なのは相対性、人への期待は2層でかける、生まれか育ちか論、チャプター4、モチベーション、それぞれのスイートスポット、人間のモチベーション、自己決定の理論、モチベーションを高めるテクニック、生徒に選ばせる、現実的になるべきかならざるべきか、失敗して学ぶ、グリッドという力、学習に対するモチベーション。チャプター5、学習の定義、学習するとはどういうことか、脳のルール、関連付けできる記憶、学習をパーソナライズ化する、学習スタイル、協調学習。チャプター6、学習空間、空間1、キャンプファイヤー、2、水飲み場、3、洞窟、4、山頂。学習空間の集大成。チャプター7、チャレンジ、チャレンジを基準とした教育、生徒が夢中になる学習方法、子供たちは待っていられない、アップルの取り組み ACOT。 チャプター8、チャレンジ設定型学習、プロジェクト設定型学習をリワイアリング、チャレンジ設定型学習の仕組み、既存の指標と結びつける、チャレンジ設定型学習の成果、チャレンジ設定型学習で生徒は変わる。チャプター7、アクセスの確保、アクセス環境を整える、教育に万能薬はない、オンライン学習の躍進、アップルのサマーキャンプという取り組み、必要なのはテクノロジーだけではない。チャプター10、創造型構築、メーカームーブメント、メーカーカルチャー、オープンワールド、星に向かって。チャプター11、コーディング、なぜコーディングなのか、コーディングムーブメント、教育におけるコーディングの現状。チャプター12、教えるということ、教師としてのウォズニアック、教師のジレンマ、求められる大きな変化、変わりゆく教師の役割、新たな役割を実行する、教師とテクノロジー。チャプター13、テクノロジーの活用法、知っておくべきフレームワーク、アップルが見つけた優れた教育者たち、機器を持ち帰ることについて、北京での VR 実験、 OECD による信頼度の低い調査。チャプター14、教育革命、人工知能、アダプティブラーニング、バーチャルアシスタント、 IoT、 モバイルテクノロジー、 3D プリンター、インタラクティブになった本、規模を拡大する。チャプター15、教育の未来、 AR、 プラットフォームの台頭、ホログラムの魅力、最後に変える存在になろう、行動を起こす。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。